はいどうもピオキングです。今日はですね久しぶりに人画面コースをやっていきたいと思います。まず最初にですねこの一発マリオ50っていうコースで、まあ画面を見る限りまああのファイヤーを取ればいいだけの話なんですよ。それがめっちゃ難しそうなんですよね。クリア率はですね 0.37% でファイヤーマリオのままゴールですね。これしゃがんでいけばいけるんじゃないかな、こうやって。よし、オッケー。それじゃあ次はこのコースやっていきたいと思います。左を向くと死ぬ。まあシンプルですよね。左を向くとマリオがやられるんですよ。以前も似たようなコースをやっててそれがですねめっちゃ面白かったから今回もやっていきたいと思います。さてこれですね、左を向いたら多分パックンが落ちてくると思うんですよ。ただ左を向いてあのドアに入ってやりましょう。え、ああちょっと時間差時間差、いや行きますよ。それじゃあ僕は左を向いても死なないっていうことをねここで証明してみせます。はいはい、よし来た。これでいけるでしょダメじゃん、マジでダメだねマジでダメだね。じゃあそれじゃあ一回も左を向かないでいきますか。あっ、わざとじゃないよ、アイテムに釣られたんですよ。いやこういうのあるあるだよね。それじゃあ本当にもう左向きません。このパックンじゃない、このカキ棒じゃないクリボーを倒して次も渡っていきます。あーちょっと待って、え、今左向いたよね穴見つけました。このゲームの穴見つけました。甘いで、ちょっと左を向くだけじゃったら大丈夫なのかな。ここもね左向いたら多分ダメと思うんですよ。で次渡っていきます。セーブポイントもくれるんだ、ありがたい。まあ、つってもねクリア率がね 7% だったから、もしかしたらね本当に左を向かなければ一発でいけるんじゃないかなって僕思うんですよ。でこれを右バネ乗っていって、今度はこんな感じか。あ、なるほど。いやこれ結構簡単だね。ちょっと簡単だからこのねコインも30コインも取っていきたいと思います。で次土管に入ると、うん、ここもこのバネだね。うわ結構マジで簡単、ごめん、結構マジで簡単だったここそろそろねもうゴールが見えるんじゃないかな。あ、え、ボスちょっと待って、あれ取っておこう。多分ここは左向いてもいいでしょ、多分ここ大丈夫と思うんですよね。さあ、これ左向かないでボス倒せってことか。これ結構きついな、ちょっと待って、これ左向いたら上からなんか降ってくる、やっぱりか、ブラックパックンが見えるね。よし、いけこれ結構むずい、これマジでむずい、やばい、やられてしまう。いや、いける、あった、よし、くっ、よっしゃいやーなかなかうまかったね今。でここの鍵をくぐると多分ゴールがねもうあると思うんですよ。やったって書いてるね。いや僕と一緒じゃん、僕もねよくビンバトとかで買ったらやったって言ってるけど、え、ちょっと待って、これは左向かなきゃいけないよね、こんな感じ。あえ、それじゃあですねラストはこのコース、視聴者さんからいただいたコースをですねやっていきたいと思います。以前の動画はね別の導かれしドッスンたちのコースをいただいてプレイしたことがあるんですよ。そのコースはねほんと素晴らしくよくできていまして、その続きのコースをぜひともですねやってくださいっていうコメントがあったんで今回やっていきたいと思います。かっハードって書いてるけど難しいのかな、どうなんだろう。このねコースはですねドッスンをねどんどん導きながらコースをクリアするっていうわけですけど、まあそんなに難しくないような気がする、そんなにそんなに難しくないような、そんなにはよいけって、いやわかりました。それじゃあね早くこのドッスンたちを導かなきゃ多分コースがクリアないできないできない、なるほどよし、ステージに行きましょう。オッケー、ちょっと待って、こっちか。よし、第三者神経、第三者神経、ナイスオブナイス。よし、じゃあこれでねクリアしたいと思います。まあ、言ってもですねクリア率 2%、まあ、クリア率 2% っていうのはねそんなに難しいわけじゃないんですよ。あー平均すると50回に1回クリアできるレベルだから、そんなにね難しいわけじゃないと思うんですよ。50回やれば1回クリアできるんでしょう、そんくらいが楽勝ですよ。どこだ、
わこれ。ちょっと待ってむずい。めっちゃ早く行かな多分あの地下に登れません。っていうことで相当早く行きたいと思います。さっきもね早く行くって言ってたんですけど、今回ねめっちゃ早く行きたいと思います。これはいけるでしょ。オッケーよし、オッケーよし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 、オッケー来た。あーこれで中間ポイントゲットだね。うおっと、いや、ほんとめっちゃ面白いこのコース。なんかね、反射神経コースとね、ちょっと似てるんですよね。あとめっちゃ考えます。ただね、考える時間があんまりないんだよな、これ。ね、恐縮だから、ほんと考える時間が少ないんですよ。だから、めっちゃね、難しいんですよ、ここ。そしてここパック君倒すでしょ？で、これ上かな？そして、こっちか！オッケーオッケーオッケー。うわ、怖いね、このバブル。右でいいよね、きっと右でいいと思うんですよ。時間はたっぷりあるからね。え、あーなるほど。ちょっと待って、あのドス落ちてくるパターンのやつじゃないねえ、大丈夫。やったやった優しい優しいコース。あ、でも中間ポイントないね。なんだこれ、あーって言われた。え、ダメなのかな。え、多分大丈夫だよね。こんなとこ入っていこうか。そしたらやった、中間ポイント。そしてこれツタ出てくるのね。いや、わかりやすい。これも多分ツタ出てくる。いや、違う。え、わかんない、わかんないまあ中間ポイントをね、ところどころくれてるのがめっちゃ優しいね。さあ、次もここ渡っていきましょう。次はこれ、ここかな。なるほどね。あ、そして落ちてくんのか、あのドッスンが。いや、非常にね、ほんとよくできてます。マジでよくできてます。あとね、コインが1個あるでしょ。これがね、どうすればいいかをですね、ヒントくれてるんですよね。それがめっちゃ優しいので、次左でしょ。よし、オッケー。待って、まずい、時間がない。いやいや、ちょっ、いやちょっ、いやいや、嫌だ嫌だ。あは、惜しいもうちょっとだったね。さあ、ここでさっきやられたんですよね。で、ここ次右に行って左に行けると。そしてここしゃがんで避けて上のツタに登る。よし、オッケー。で、次でかいのが落ちてきて、よし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 。で、次は、うわー怖い、やめてちょっと待って、え、ちょっと遊んでる今じゃない、遊んでる、遊んでる場合じゃないぞ。あー、行こう。マジで早く行かなきゃいけないの、このコースが。先取り先取りしていかなきゃこのコースマジでクリアできないんですよね。オッケー。で、次もまたビームなんですよね。で、このビームがちょっと時間かかるんだよな。よし。で、次は、え、なんだこれ。あー、なるほど。よし、早くビーム出してくれ。オッケー早く早く次のビームを。オッケー、いいね。よし、来た、これ来たんじゃない。ええ、なにこれ、ほんかわいいね。え、なんかめっちゃかわいいね。え、そして鉄球が出て右に行って、え、ほんかわいそうにビームよ、おさらばだね。やられやがったぜさよなら、みんなさよなら。これでゴールでしょ。いやー楽しい、このコースは本当めっちゃ楽しかったです。いや、最後にめっちゃ素晴らしいけど、これなんかマークになってんのかな。え、これどういうことなんだろうね。なんもない、なんかのマークになってるっぽいんですよね。なんかドッスンの配置意味あんのかな。そして次にゴールが来ましたと。 GG。 いや、本当に素晴らしいコースでしたね。グッドゲーム。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。